アーシュル・ゴーキーは20世紀のアルメニア出身のアメリカの画家。1904年、アルメニアに生まれる。オスマン帝国領のバンの近くに住んでいたが、1915年のアルメニア人虐殺の間に母親を失い、生き延びたゴーキーは先にアメリカに渡っていた父親を頼って1920年にアメリカに移住した。1922年に、 ボストンの美術学校に入学、パートタイムで教えるようにもなった。この頃は印象派からの影響を強く受けていた。生命体を思わせる有機的な形態がうごめき、場所によっては叩きつけた絵の具が流れ落ちるままになっているその画面は、抽象表現主義やシュルレアリスムのオートマティスムの影響を感じさせる。しかし、感情に任せて一気化成に描き上げたように見えるその画面は、 実は、綿密な計画と、デッサンに基づくものである。後年は、災難が続いた。スタジオが火事で焼けたり、ガンをわずらったり、事故で首に怪我を負って、利き腕が麻痺したり、妻が子供を連れて、家を出たりという不幸が続き、1948年、44歳の若さで、首吊り自殺した。同じく、アルメニア系の映画監督アトムウェゴヤンは、 1995年にゴーキーをテーマにした短編、アーシルの肖像を制作した。エゴヤンは、後の長編映画、アララトの聖母でもゴーキーを取り上げている。ありがとうございます。